おはようございます。関根和夫です。お元気ですかえー、っと、先日、あの、カウンセリング講座というのがあったんですけれども、その際に、絵本の読み聞かせを、まあ、見ると言いますか。そんな時間がありました。今回は、君のことが大好きという作品で、作者で絵も描いておられるのは、犬井佐子さんという方。もう本当に可愛い絵で、本当に中身の濃い、 えー、とっても心にこう、なんて言うんでしょうね。なんて言うか、爽やかな風が吹くと言いますかね。暖かい、爽やかな風が吹く。そんな本です。で、その本の帯には、この森には小さくてふわふわの動物がたくさん暮らしています。どんなことをお話ししているのか覗いてみたら、そこは優しさで溢れていました。とこうあったんですね。で、その言葉通り、 優しい言葉がけがたくさんどのページにも書かれていました。絵も文も優しさいっぱいの本でした。もちろんこれ日本語ですから当然言葉で通じてくるものですけれども、あこういう言葉がけというのがどこかで誰かと交わされたら、いや、生きててよかったなと思えるだろうなとしみじみ思ったんですよね。 今回あの歌ではなくこの絵本のですねリンクを貼っておきましたのでぜひ聴いてみてくださいそして何というかあ、そういう関わりっていいなと思えたら大きい収穫だと思いますね良い一日になりますように